こんばんは。間に合った、危ない、あと1分だよ。待って、あれ出すわ。なんかなんていうの、時計、パソコンどうやったら時計出せるんだろう。あった、タイムイズ、あと30秒。今23時59分30秒です。キャーン、どうしよう、おめでとう。25歳の1年もとってもお世話になりました。来年26歳のあゆたろうもよろしくお願いします。5、4、3、2、1、いやおめぴー、おたおめぴー、いやー、寝てたー、もう限界で寝てたー。ありがとう、いやー、ありがとうございます。おめでとう、私祝26歳。どうでした、車止めた。ありがとう。はい、今日はモフが LINE くれた、おめでとうって。今日は私の生誕祭でした。来てくれた皆様ありがとうございました。楽しかったでしょうか、どうでしたでしょうか。楽しんでもらえたでしょうか。あ、お話し会あと4枠なんだ。ぜひ来てください。ずっと笑ってた？ね、私も超楽しかった。リカタンがね、遊びに来てくれたんですけど、一緒にお祝いしに来てくれたんですけどね。本当すごい濃い時間で、しっかり夜の部は激推ししましたね。はい、絶賛押したね。30分ぐらい押したんじゃない。予定の、まあまあいいでしょう、みんなが無事帰れていたら何よりですけど。はい、あっという間だったね。私もあっという間だった。なんかもう過ぎていく時間があっという間すぎて、びっくり。うん、早すぎて。なんかもうたくさんさ、そのスタッフさんと打ち合わせしたりとか、まあ、そういうのがさ、あら、まだ帰れてない人もいるの？あら、私は口開けて帰ったよ、こうやって。ちょっともう限界だった。あのあとイベント終わった後にプレゼントがね、すんごい量だったの、ファンの人からのプレゼントが。で、すんごい量の、プレゼントを動画に収めてたわけよ。だから、それも、
なんか50分くらいかかって動画撮ってるのも一つ一つ開けてさ、こうやってやってたから、いやそうマジでね、あこう帰れるかとなったけど、全然帰りましたはい、いや本当に集まってくれてね、本当に本当にありがとうです、とっても。うん、なんかアボコナがせっかく集まるから、企画はそのスタッフさんに何するかっていうのを任せてたんだけど、まあ、どうせアボコナでアボコナが集まってやるのなんか、まあ、何したっておもろいだろうって思ってたから、企画はもうスタッフさんにお任せしてて、でなんだっけ、何話そうとしたかなそう、尺的にまあそのリカタンと歌える曲はまあ1曲ずつぐらいですかねみたいな話になってて、打ち合わせで、で、まあ、リカタンもゲストだし、一緒の出演者ではあるけど、なんだろう、ゲストだからそんないっぱい歌うのもあれじゃんね、みんな見たかったかもしれないけど、ちょっとそれはいろいろ兼ね合いがあって、そう1曲ずつどうかなって話になって、何やろうってめっちゃ思って、何やらないって聞こうかなと思って、でもやっぱり隣のバナナは私たちの一生もんの曲だからうん、隣のバナナは絶対にやろう、やりたいって思ってて、まあ、だしもうみんなもすごい隣のバナナを期待してたじゃないですか、もうみんなも、だからもうこれは絶対やんなきゃいけないんだろうなって思ってて、っていうかあの衣装可愛かったよな、しみじみりかちゃん昨日の配信では歌わないって言ってたまあそりゃ言うだろうねそりゃ歌うよとは言わないだろうさ、ネタバレになっちゃうし、うん。隣のバナナもいいなって思ったけど、やっぱもう一曲どうしよう、昼どうしようってめっちゃ思って、でどうしようかなどうしようかなと思っていろいろ迷ったんだけど、ハートの独占権じゃないと思って、はい、ハートの独占権にしました。リカタンと一緒に歌う曲は、うん、いやマジおもろかったね。私なんかもう何も喋ってないもんリカタンが全部面白くしてくれた、助かった。うん、ナイス選曲だった。ほんとみんながねすごいホクホクした気持ちでいてくれるのをちゃんと目で見てたから、それがね私も見ていてよかったなと思いました。ちょっと今回の生誕祭はマジで48楽曲だらけに、まあ、せっかくリカタンも来てくれるっていうし、うん、ちょっと久しぶりにちょっとギアを変えて戻してっていうのかな、久しぶりに48の楽曲を祭りで歌わせていただきました。ちょっとね何こうコールできるのがいいなとかそういう意見も聞いてたから、うん確かに卒業公演とかも私は
コロナでコールとか聞けてなかったなっていう風に改めて思って、じゃあもう、まあ、リカタも来てくれるし、もうなんかアイドル縛りにしようかなと思ってと思って選びました。はい、いや、そう、ラーメンワンダーランドね、あのねすっごい歌わない予定だったんです、ずっと。でも最近の私の活動は、あのめちゃうまラーメン調査隊って言ってラーメンを調査してるからやっぱなんかちょっとね、これは26歳も続いていくんだろうなって思って、ちょっと久しぶりにやっちゃおうかなっつって改めて歌ってると、何なんだこの不思議な歌詞はとちょっと思った。塩もみそも塩もみそもいいけど、だけど結局醤油を選んでしまう、はい、と思いました。え、これタワー立ってない？偽物？本物？これタワーじゃないのかな？え、何これ？タワーじゃなかったらどうしよう。元ラーメン部は今も調査してるの。え、何元ラーメン部って、ちょっとわからないよ。タワーたくさんある。ほんと？ちょっとどれがなんだかわからないな。あやにゃあにゃー2本？ちょっと配信の終わりにじゃあまとめてあれしますね。あれあれあれします。はい、おいで、なんだったっけ、そう、ラーメンワンダーランドはそんな感じで、そう、あとはなんだろうな、あとは浴衣を着て撮りました。間違えた、浴衣を着てステージにね、なんと立ちました。もう脱いじゃってるんですけど、はい、水色の浴衣、本当はね裏話で、まあ、大した裏話じゃないんですけど、本当はグッズにも浴衣のこの絵柄の浴衣を着ようと思ってたんです。だけどなんか私が自前の浴衣着ようかなみたいなもごもごしてたら、これレンタルの浴衣だったみたいで、この浴衣借りれなくなってますって言われてあの別のにしてくださいってなって、ああそうなのってなって、この浴衣じゃなくなりましたピンクも水色もどっちも似合うよありがとういや、そう、そうだったのってなって、そうそう、でもこれいいじゃん、これもいい、これも青もこれも青もいいけどでしょいや、そうそうそう、で一回浴衣危ない事件があったんだけど、そういうことも乗り越えてイベントが楽しくできました。っていうかツーショット撮影会があったんだけど、ツーショット撮影会マジ面白かった本当に面白かった。お見送りも楽しかったけどね、なんかやっぱ私は話すことが、みんなと話すことがすっごいさ好きだから、だからちょうど撮影会マジ楽しかったなって思って、うん、やっぱ個性出るし、なんかね、区切りみたいなパーテーションみたいなのもあってさ、
ちゃんとね、誕生日おめでとう、ありがとう、こうちゃんとこの2人の空間で喋れたのも良かったし、うん、あのやっぱあとみんなすごいハートしたいんだねそう、みんなハートしたくて可愛いと思って、何したいって聞いたらみんなみんなハートしたくて可愛かった、うん、いや私もみんなとハートしたいからいいんだよ全然、うん、いや楽しかったね、どの場面を切り取っても楽しかったのがあのやっぱいいイベントな証拠だなって思います、うん、マジでなんかみんながコールとか写真とかもなんかマジでみんな写真連写してたな、ドロロロロって連写してたりとかね、そういうのもなんか見れて楽しかった、私は、うん、あと夜にあの私があの毎年去年からなんだけど歌ってみたの動画を YouTube に上げてて、で今年も歌ってみたの動画上げようと思ってあの歌ってみてあげようと思ったんだけど、その時にあの依頼するんじゃなくって、まあ、撮ってはもらったんだけど、動画をあの自分でこう考えて一つの動画に編集してみようって思って、ある種ミュージックビデオを編集したみたいなもんなんですけど嘘です、そんな大層なものではないですけどそれを生誕祭で初めその映像を流しながら歌ったんです、うん、初披露、うん、あれ良かったよね、わかるいやそう結構ねちゃんと意外とうんと素人なりに構成は考えたつもりなの一応ね、そうだからそういうのとかもまあなんか多めに見てほしいところはいっぱいあるけど、そうなんか歌詞もなんだっけな、歌詞はこちら、え、なんか汚い、お化けの指紋みたいなのいっぱいついてんだけど、このね気泡たっぷりの気泡たっぷりのあの液タブって言うんですか、液晶タブレットをパソコンにつなげて、あの絵描いたりとか文字描いたりとかするやつを Amazon のプライムデーでちょっと買い、どうしてもミュージックビデオの歌ってみた動画のあの歌詞入れテロップ、歌詞のテロップをあの手書きで書きたくなったのね、こだわりみたいな出てきちゃって、なんかいいフォントなくて、これが本当はパソコンでキーボードカチャカチャ打ってフォントを打てばいいんだけど、なんか私が求めるフォントがなくて、あ、私が求めてるのってもしかして自分の字じゃないってなって本当黙れこぞって感じだと思うんですけど、はい、手書きで全部書きましたそう、まだ公開されてないものとしてはサムネイルもこだわってリスペクトを持って作ったので、これ沢さんの本家
あゆかフォントのリリース、はよ。あゆかフォントは絶対にフリーにはしません。なので、そう、そのために買ったんです。どうしてもこだわりたくって、ええー、と思ってプライムデーだーって思って。はい、ので、いや、そんなにね、すっごい高いやつじゃないよ、全然。なので、わあ、タワーありがとうございます。後でお礼しますね。なんだろう、話戻して、さゆちゃん話戻して。んー、何だったっけ。あ、そうでも明日の夕方6時にアップしようと思ってるので、気泡の分値下げした、気泡勝手についたね、なんか保護シートみたいなの貼ったら。なので、みんなもいっぱい見てもらえたら嬉しいなと思います。はい、そういっぱいね悩んだから、みんなが生誕祭の、ね、会場のみんなが配信で見てくれてる人もね、盛り上がってくれて嬉しかったんだけど、すごい曲が終わった後に喜んでくれてるというか、声援が大きかったのが嬉しくって、いや、そう、本当にそういうのやってよかったなって思いました。うん、よかったと思ってね。オンライントーク会残りあと2枠を、どなたかぜひに、なんかそういう感想とかはね、トーク会とかで聞けたら、ゆうちゃんも嬉しいなと思いますけども。そう、それで生誕祭のグッズが、来れなかった人も、来れなかった人も買えるようになりました。ぷーイエーイ。オンライン勢もなんとオンラインガチャをすることができます。ぷーラッキーだよね。そう、そうなったらいいな、いいですねみたいな話とかは私もしてたんだけど、はい、クッションや時計、アクスタ、キーホルダーとか、そういうのもね、全部手に入っちゃいますから、ぜひ。やっぱさ、いいよね、クッション。クッションさ、当たった人いる？クッションめっちゃいいのよね。用途がちょうどいいサイズで、やっぱ S 賞って、当たる、やっぱでも運なのかしら、当たらないもん？いや、そう、おすすめなんですよ。やだやだ、クッションも時計も当たらなかった、やだ。やだ、あ、いや、時計は当たったのね。そうか、サミピーね。まあ、日程はグッズのやつ、くじのグッズのやつのグッズのくじグッズのくじの日程はまだ少しあるから、まあまあね、いろいろお財布と相談してもらったりしてね、
余裕がある方がいたら何かあのこのグッズ欲しいぜみたいな方とかねいたらね、ぜひくじしてみてください。私もあのちょっと今スマホで配信してるけど、あの今度やってみようかなと思います、配信中にうん、なんかねアクスタだったりキーホルダーだったりいろんなものをねお迎えしてもらえたと思うので、ぜひ可愛がってあげてくださいはい、うん、そんな感じかしら。私ねちょっとまだこれからやることがあって、誕生日なのにかわいそうだよね。全然かわいそうじゃないんだけどさやらなきゃいけないことというかやりたいことがあって、ちょっと配信はこの辺にして。そうなの、誕生日忙しいんだよねそんなことない、みんなと楽しい時間を過ごせて自分へのご褒美もあげてね。なんでそんな優しいこと言ってくれんの。自分のご褒美って何、むずいね自分へのご褒美が何かわからないよ。なんか活動が楽しいから、楽しい活動ができてればまあそれが一番ご褒美かなって思いますな。っていうかプレゼントもさいっぱいさ、なんか可愛いものとか、やっぱ女の子とかはスキンケアのものとか化粧品とか服とか多かったけど、やっぱ男性の方はなんかスキンケアとかもあったけど、なんかいたわり系が多くてとか私が好きな趣味のものとかたくさんいただいてね、その動画とかもちょこちょこ、そのまあね、めっちゃ長いよな動画、ちょっと落ち着いたら動画も編集して投稿したいなと思っております。っていうかリカタンもとか来てくれるだけで嬉しいのに、あのプレゼントくれてね、その動画その様子とかを動画に収めてあるんですけど、はい、じゃあ YOSHIKI さんへ誕生日タワーありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。解いたかな。続いてこれさ、何位までの人がさタワー投げてくれてるんだろう。 JT さんとシュウさんかな、あと2人かな、合ってるかな。誰か分かる人いる ?3 位まで。OK、ありがとう。ありがとうね、みんな。いろんなギフトを投げて、私の配信を彩ってくれて。やっぱ、ひまたぎとかするときはね、ショールームがいいんだよね。なんか、キラキラしててさ、いいじゃん。キラキラしててさいいじゃんだからC
シェン、ごめんなさい。暖かくていいよね。次、JT さん、ありがとうございます。疲れてる目をしてるねでもみんなが可愛い可愛い言ってくれたから、あたち26歳も頑張れる気がするよ。まだミニスカートは履いてやるわ、意地でも。取れたかな。よし。いや、そう、でも私の26歳の抱負は、あのね、マジで歌ってみたに込めたんですよ だからそういう制作秘話みたいな話はね、またゆっくりするとして、うん、なんか結構25歳はニコニコな一年にしますとか言ってそう、楽しいことを楽しくれれたらいいなみたいな、楽しいことしたいなみたいな気持ちが結構大きくってでもなんかこう、なんていうか、結構前半の部分とかは、うーん、なんていうか、一歩を踏み出すのが結構勇気が必要で、なんか踏み出すのが怖くてためらって、なんかなーなーになってみたいなこととかもあったんですけど、なんか少しずつ見直していって自分のことを、なんかで、なんか新しいこと始めたいなと思って、あのラーメンの動画を始めたりとかしてみてるんですけど、まだまだね、模索、いろんな自分の活動は正解がなかなか見つからなかったりとか、こう、なんていうか、難しいことばかりなんですけど、自分と向き合って楽しいって思えることをなんか続ける1年にしたいなと思います。うん、ラーメンとかでもそうだし、あとなんだろうな、今月はテレビのゲームの番組に出させてもらったりとか、あとはグラビアも出させてもらったりとかね、してね、うん、すごいなんかみんなも推しがいのある1ヶ月だったなって私も思うんですけど、来月の8月3日にはあの新潟競馬場でお仕事もね決まって、うん、すごい自分の好きなことがお仕事になってるのを実感してて、なんかみんなも喜んでくれるのが嬉しくて、うん、一歩一歩
チャレンジ精神を忘れずに、臆病にならずに頑張りたいと思います。はい、苦手なことにもちゃんと向き合う、挑戦するしないといけないなって思います。うん、それでいっぱいなんか自分で新しいこととか始めればいいものが全然始めれなかったから、はい、タレント業も、まあ、SNS というか配信業とかも頑張りたいと思います。タワー増えてる、ごめん自分語りしちゃったよでもいいや、誕生日ぐらいな。だってそういうの伝えとかないと、お前は一体どういう1年にするんだおじさんが出てきても困るしえそれはってなっちゃうから、うん、そんなおじさん出てきたこと一回もないけどそんなおじさんさ一回も出てきたことないし、私マジで今日嬉しかったんだよね。もう声終わったけど、何どうする明日のトーク会なんかみんなが来てくれたのが本当に嬉しくて、まあその昨日も配信でコロナになっちまったよとほほみたいな、そういうさやむを得ない理由で来れなかった人とかもいたけど、私マジでみんながさ来てくれたりとかさ、もう配信見てくれたりとかさしてくれたのが私本当に嬉しくてね、本当に泣きそうだったんだずっと。でも気張ってたから全部終わるまでなんかねあれと思ってたんだけど、トーク会とかもそうだし来てくれるのが本当に嬉しくてね、うん、伝わってるかどうかわからないんだけどあの本当に嬉しいんだよねうん、もうなんかなんていうの、アイドルじゃなくてもアイドルじゃない自分って価値なくなっちゃったのかなってなんかすごい思って、しんどかった時期もあってなんかアイドル時代のうまくいってた時を思い出して悲しくなっちゃったりとか、なんか離れていっちゃう人もいっぱいいたから、いろんな人に行こうとか、だからこう寂しくなったりもしたんですけどね、なんかこうして来てくれるのがすっごいすっごい嬉しかったんだよね。うん、だからみんなのことも私は一生大事だけど、でもみんなにね甘えてちゃいけないと思うから甘えはするよあ、ごめん甘えはするけどごめんごめん、一生甘えはするけどだけどあのね、沼も広げていかなきゃいけないから、あゆちゃん沼を、あゆ太郎沼も広げていかないといけないんだ私は。頼むよみんな、どうなの、端間の写真は撮れたのおいどうなんだよ。うん、そうだから私は沼の主として地域拡大目指さないといけないなと思っております。はい、まずはちょっとラーメン地方ラーメン沼地方の方のねちょっと広げようと思ってるのでねうん、今写真編集中、あ、絶対どっかに貼ってよ。でさ、すっごい可愛くしたな
うん、あそう今日調査隊のお店行ってた人見たわ。嬉しかった。もう早速アクスタ持って、しゅんさん誕生日タワーありがとう、ニコニコあとは、うん、ありがとう。Kさんだ。いや、私も年齢に抗って頑張りたいと思う。間違えた。ありがとう。取れた？こちらこそだよ。ありがとうね、本当にみんな。あ、なんか一回暗くなった。ついてる？なんか止まっちゃった。もちもーち。あ、復活した？ついてる？おい、じゃあそんな感じかしら。そんな感じかしら。タワーもう一人いる？誰だろう。あ、ダイエッターさんだ。ごめんごめん、仕事で今戻ってきたからやば。はぁ、よう仕事したね。間に合った？いやいや、ありがとね。はい、ダイエッターさんありがとう。オペお疲れ様オペなんか分からんけど、久しぶりに会いに来てくれる方も多くて、
嬉しかったよ。間違えちゃった。太郎はオリンピック目です。オリンピックかと思った今。オリ。オリお疲れ様。私よくないよな、人のこと話すの。ありがとう。タワーのね、皆さんだけじゃなくてね、みんな末永くよろしくね。てっ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 てそんな感じかな。うん、もうね1時になっちゃうし、うん、ちょっとなんか投稿とかみんなのいいねしたいんだけど、ちょっといろ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 やりながらいろいろするのでちょっと待っててください。うん、26もいい年にみんなでしよう。はい、というわけで見てくれてありがとうございました。最後にランキングを読んで終わりにしたいと思います。また明日ね、改めて配信させてください。13位、部長さん。12位、えいちゃん。11位、きみとさん。10位ポポロさん、9位ハチさん、8位ペンペンさん、7位ハムちゃん、6位サトヨシさん、5位ケイさん、4位シューウィズさん、3位 JT さん、2位ダイエタさん、1位ヨシキさんでした。ありがとう。はい、ありがとうございます。みんなのことをね、なんかクスッとでもなんか笑ったり笑わせたりとかね、楽しめたら、楽しめさせられるような活動ができたらいいなと思ってるので、26歳も引き続きよろしくお願いします。じゃあおやすみなさい。じゃあねー。